キーパーの南、これ川本さん、おそらくどっかに投げようというところをやめた瞬間、そうですね、はい、本人もびっくりしたボールの受けだと思うんですが、このままマウスの中に入ってしまいました。あの主審の家元さんも一瞬、そうですね、このスタジアム全体が何が起きたのかなっていう感じだったですけどね、我々